今回から難易度を上げて中級編に突入。今回はリアトリックの基本的な入り、アンクルデスをマスターしましょう。まずは右足をフロントペグ、左足をリアペグに乗せて走ります。フレームを回すときはハンドルをしっかり握って左足を横に蹴ってフレームを回します。回ってきたフレームのリアペグを蹴った左足でキャッチします。左側に視線を置き、円を描くように左回りで進みましょう。戻りは左回りに進んでいる方向をハンドルと右足を前に切り替えて進行方向を変えます。この時にハンドルをしっかりと握り、怖がらずに右足を前に出すイメージで進行方向を変えてみましょう。うまく進行方向ができたら右足をペダルに乗せフィニッシュ。今回の技は次回のラードヤードの入りに使うのでしっかり覚えましょう。